佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。いろんなところで、少しずつお伝えしておりますが、無事に、ブルガリアから、帰ってまいりました。ブルガリアの、首都ソフィアで開催されました、東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャーコミックコンにおきましてですね、私が主演させていただいた映画、泉沢安智監督作品、22世紀寓話のですね、世界初の本作品の上映会が無事に終わりましたことを、まずはですね、ご報告させていただきます。詳しい、模様はですね、この後のコーナーや、そして次回放送ブルガリア凱旋リポートの、コーナーで詳しく、とっても、丁寧にですね、細かくリポートさせていただきますので、ちょっとお待ちください。でですね、全体を振り返りましてですね、ブルガリアツアーですね、楽しいことも本当にたくさんありましたんですけれども、遠いんです。日本から、約ですね9000キロ、離れていまして、直行便はないそうで、一回こうトランジットをして、行くという形であるんですけれども、遠かったですね。でもそれは、その長旅もすごく楽しかったです。はい。で、トランジット先が、パリだったんですけれども、もうパリの空港のもうトイレがめっちゃ綺麗。パリ、トイレですらすごいもうおしゃれだなというのをすごく感じました。私の中で結構パリイコールおしゃれというイメージ、多くの方とも持ってるかと思うんですけれども、トイレも綺麗でした。めちゃくちゃおしゃれだなというのをすごく感じました。はい。でそのパリの空港で、全然もう本当にブルガリアの話とは違ってきちゃうんですけれども、パリの空港で回転寿司屋さんがあってですね、で行きがなんか「ヨウ寿司」ってもうローマ字で「ヨウ寿司」っていうお店と、行きが違ったんですけど「ヨウ」って書いて「カツ生活のカツ」「いける」っていうのかな、「ヨウいける」だったのかな。はい。であとはこうカウンターでキャビアを食べるっていうお店があったりとか、いやすごいな、なんかさすがおしゃれな街パリと思いながら、はい、空港はね、パリの空港を楽しませていただきました。はい。ではですね、それでは本題に戻りまして、では最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろんな現場に出演参加させていただきましたのでご報告させていただきます。いつものことながら、守秘義務のため、あまり詳しくは申し上げられませんが、一つずつご紹介させていただければなと思います。まず一つ目はですね、フジテレビで、11月24日日曜日、20時から21時54分に放送されます、大人気長寿アニメの実写、スペシャルドラマに、参加させていただきました。で、女優さんの憧れ、私の女優、憧れの女優さんの一人でもあります、天海祐希さんが、主演を務められているんですけれども、ご本人も、いらっしゃいまして、本当にかっこよかったです。はい。もう見れただけでもすごく嬉しかったですし、私たち参加しているエキストラに対してもすごい、その日が暑くてで、もう結構人数もたくさんいる中での撮影だったんですけど、新人女優の有本ひとみちゃんも一緒で、でもう最後撮影終わって、で、天海さんが「今日暑かったでしょ」って、で「水分補給ちゃんとしてね」って言ってくださって、うわーと思って、かっこいいっていうのがあって、もすごくもうそれだけで本当に嬉しかったです。はい。オンエアね、どういう風に映ってるのか非常に楽しみでございます。はい。続きましてですね、同じくフジテレビさんの、毎週月曜日、夜20時から21時の、バラエティ番組、人気バラエティ番組の、ドラマの、中の、オンエアがございました。でですね、これもですね、実は、新人女優、有本ひとみちゃんと一緒に、行った、参加させていただいた、現場だったんですけれども、はい、オンエア拝見させていただきまして、そうですね、
すごいこう一時停止頑張ってやって映ってるな、あ、かすかにいるなっていうのは、はい、わかりました。はい、でもすごくもう参加させていただくだけでもすごく楽しかったですし、あのバスケのね、あの試合のシーンだったんですけれども、こう応援してるのもね、ちょっとなんかなんだろうな、ちょっと母性本能をくすぐられるような、なんかちょっとまあちょっと懐かしい部分だったりとかも出たりとか、すごく楽しい撮影だったなというふうに思います。はい、そしてですね、続きまして、トムプロジェクトプロデュースの、さんの、風間森生一人芝居平和三部作一挙上映というのをですね、感激、させていただきました。一人芝居ということで、風間森生さんが一人芝居を、されるんですけれども、一人芝居の作品を、拝見するのは私初めてで、いやー、鳥肌が立ちました。はい、もう途中、まあ、一応休憩は挟むんですけど、4時間ずっとこう一人で、歌ったり、風間さんが歌ったりこうセリフを言ったり、動いたりと、本当にかっこよかったですし、いや、すごい体力だなというのをものすごく感じました。で、ノンストップっていう、番組の中で、まあ、特集も、あったんですけれども、その中で風間さんが、こうね、こう年を重ねるごとにセルフ覚えがなかなかっていうのをおっしゃっていて、いやー、もう全然もうそういう風な感じも、やっぱさすがプロだなっていうのをものすごく感じましたし、こう舞台を拝見させている中で、ここアドリブなんじゃないのかなって思ってた部分がセリフだったとか、いや、もうそれを知った時はもう本当にびっくりしましたし、いや、すごすぎるなって思いました。はい、ですので、ぜひ皆さんもね、もし機会があれば、ありましたらぜひね、足をね運んでいただければなというふうに思います。本当に素敵な舞台でした。本当に拝見させていただけて本当に嬉しかったです。はい、はい、続きましてですね、ブルガリアのねお話もねさせていただければなと思います。アニベンチャーコミックコン2019に、行く途中、先ほどもね、この番組冒頭でお話しましたけれども、パリまで、行くんですけれども、トランジットのパリの、空港まで行くんですけれども、まあ、飛行機の中でこう、自分の席の前にこうモニターというか、映画だったりドラマだったり見えるモニターがあると思うんですけれども、その、機内映像でですね、そのドラマ、日本の映画もあったりとかで、そのドラマの、その項目で、大人気ドラマのテレビ朝日系列の、ドクター X、外科医大門未知子の、作品がありまして、ドラマありまして、と思ってで見てみたんですね。したらなんとですね、まさかの私が参加させていただいた回でして、で、私もバッチリ映ってる、回で、で、と思いながらもうかなりびっくりしたんですけれども、嬉しいと同時にびっくりですし、もうすぐ写真撮りましたいや、これは本当にやっぱなかなか、自分の、参加させていただいたドラマが、しかも私がこう映ってる回が、自分の乗ってる飛行機で見れるっていうのが、ちょっともう本当にこれもまた鳥肌で、なんというかすごい運命を感じましたはい、いやー、本当にドラマはそう1個しか、そのドクター X1 個しかなくて、で、自分が出させていただいた回で、いやー、もう本当に、隣に、事務所に社長もいたんですけれども、びっくりしました。はい、いやいやいや、本当に嬉しかったです。もう行きの飛行機からもテンション上がってました。はい、で、そんな、ドクター X ですね、がですね、来週の、10月17日木曜日夜9時からですね、新シリーズ放送開始となります。この、人気ドラマ、
前前シリーズ、そして前のシリーズと、ドラマの舞台となっている、東帝大病院事務員として レギュラー出演されていらっしゃった、事務所の先輩佐々木千秋さんがですね、今シリーズは、千秋さんご本人曰くですね、出世して、まさかの看護師役でレギュラー出演されます。すごいそしてですね、また、うちの新人有本ひとみ、金井あさき、前回ゲストの、的場講師などですね、もう、おそらくちらちら映ってるのではないかなと思います。ちなみにですけれども、私は未だ、まだですね、お声がかかっておりませんが、おそらく、近いうちにですね、参加させていただけると思いますので、来月のこのコーナーでご報告できたらいいなと、思っております。はい、はい、そして続きましてですね、北野しおりのリアルドライですね、収録ございました。北野しおりのリアルドライでもお伝えさせていただきましたけれども、まさかの録音公表するということで本来であれば、ブルガリアに行った リポートをですね、9月、にするとは思うんですけれども、一気に、収録させていただきますので、もうまだ行ってない、ブルガリアに行ってない状態で、収録させていただきましたので、お断りをさせていただきました。この佐藤美くん柔道でもね、お話もねさせていただいたんですけれども、今月、10月はですね、たっぷり、ブルガリアリポートさせていただいておりますので、ぜひ、ここ同じく市川ララ FM さんですね、北野しおりのリアルドライですね、第2、第4、日曜日お昼12時からですね、放送されますので、10月はですね13日と27日、12時からでございますので、ぜひ皆さん、しおりちゃんとのね、私としおりちゃんとの、お話もぜひね聞いていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、そしてですね、ネット配信番組、ネットアイドルカタカナ佐藤美とですね、今、FF10-2 をですね挑戦中なんですけれども、なんとですね、この、スタッフさんからですね、お達しがありまして、11月中にこの10-2を終わらせてということで、終わってというふうに、お達しがありまして、という全もう多分まだまだなんですけど、いやー結構大丈夫かな、きつい大変な部分もあると思うんですけれども、皆さんにねコメントたくさんいただきながら頑張っておりますので、あと3回ですね、で、頑張って終えるように、はい、ひたすらやっていこうかなと思います。はい、そしてオープニングでも、お伝えいたしました、ブルガリアの首都ソフィアで開催されました東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャーコミックコンにおきまして、私が主演させていただいた映画、泉沢康友監督作品、22世紀寓話の世界初の本作品の上映会、ブルガリアでの招待上映、そして舞台挨拶もねさせていただきまして、本当に嬉しかったですね。で、あるこの大きい広いエリアの一角で、モニターとそして客席が、全部で200席あったんですけれども、いやーそうですね、こうどういうこう皆さん来てくれるのかなっていう、まあそうですね、やっぱ期待もものすごくありましたし、本当に楽しみでした。はい、でこういろんな方にご覧いただけて、ですごく難しいなっていうのが思ったのが、こう、通訳さんがいらっしゃって、で私がこう日本語で喋、ってそれをこうブルガリア語に訳していただくんですけれども、ワンセンテスワンセンテスでこう喋っていくっていうのがこんなに難しいんだと思いながら、はい、すごくそこは感じました。難しいなっていうのはとても感じましたので、まあ、これを機にというか、一つまたこのね勉強もさせていただけたなというふうに思っております。まあ、詳しくはですね、後ほどねお話ね、次回ですねお話たくさんさせていただければなと思います。はい、そうですね、この1ヶ月間全体を振り返りまして、そうですね、やっぱりもうブルガリアに、での、招待上映が、できたことを本当に嬉しかったですし、初めての海外でのお仕事ということで、はい、もうこれまたすごく鳥肌も立ちましたし、緊張も本当に今までないぐらい
緊張しましたね。でもいい緊張感でできたかなっていうふうに、舞台挨拶もですね含めいろんな方との話もですねできたのかなっていうふうに思います。これを機にですねもっともっと頑張っていけたらなというふうに思います。以上、マンスリーダイアリーのコーナーでした。今月の推しメン。このコーナーは毎月私佐藤美久がいろんなメディアでフューチャーされたり注目されている方々メンバーについて美久的に推していくというかご紹介させていただくコーナーです。実は、来週の火曜日15日にですね、ひょんなことからですね渋谷でライブ出演させていただくことになりまして、楽曲何するよと、事務所の社長と相談して、今回はですね初めて、先ほども、流させていただきました、先輩の佐々木千明さんと、共演させていただいた映画エモーションの主題歌で同じタイトルの楽曲佐々木千明さんが歌われたエモーションを歌ってみようということになりました。はい、そこで、今回の推しメンはですね、この楽曲、エモーションの作曲をお願いした、元アイウィッシュのメンバーで人気音楽プロデューサーのナオさん、小文字の英語で NAO ナオさんについてですねお話しさせていただきたいと思います。はい、なおさんはですね、この番組始まって、2回目の、葛飾 FM さんで、番組させていただいてた時の、番組2回目のゲストでいらっしゃっていただきました。そしてうちの、事務所の忘年会にもですね来ていただけたりとか、あとは、事務所の、社長と長い付き合いらしいです。はい、それもすごいなと思っております。はい、そして、奥さんは、岡本真理さん、などのことは、存じ上げて、おりますが、きちんと、その、略歴、を今回改めてご紹介させていただきたいと思います。東京都出身、1980年生まれの34歳。幼い頃からピアノを始められ、学生時代から作曲音楽プロデューサーとして活動され、2002年に川島愛さんとアイウィッシュを結成。ファーストシングル明日への扉がフジテレビ系アイノリの主題歌に採用、そして明日への扉はミリオンセラーを記録。2005年アルバムウィッシュの、リリースをもってアイウィッシュを解散。以後、川島愛さんの、サウンドディレクターを担当しつつ作曲家、編曲家として活動を本格的に開始。その後、ディズニーアニメ映画ボルトのエンディングテーマをはじめ、数多くのアーティストに楽曲提供やプロデュースを手掛けてらっしゃいます。そしてこの度、かねてより、交際宣言されていらっしゃいました、タレントの岡本真理さんと入籍された、今まさに今いろんな面で注目のアーティストですと、2015年5月14日オンエア分で紹介させていただきました。はい、いやもうなおさんという方は本当にすごくお優しい方で、ですごくお話かけてくださったりとか、本当に素敵な方だなとこうお会いするたびに思っております。そして、ちょっとねお話しさせていただきましたけれども、この佐藤美久の女優道の、番組2回目の、ゲストだったんですけれども、2015年4月からこの佐藤美久の女優道がスタートしたんですけれども、最初は、葛飾 FM さんのところで、放送させていただいてたんですけれども、いやもう本当にまだまだ右も左もわからない、私がですね、ゲストにですね、なおさんと、事務所の先輩佐々木千明さんがですね、一緒にゲスト出演していただいたんですけれども、本当に まだまだ何もわからない、私がですね、なおさんにこういろいろこう質問させていただくんですけれども、今もですね、映像が残っておりまして、もうそれを見返すともう本当にこうハラハラしてしまって、私も自分で見返したんですけれども、いやもう本当に失礼なかったかなと思いながら、いや本当に結構もう本当緊張しすぎて、なかなか結構覚えてない部分でもあったりするんですけれども、いや本当に手汗に握ってたのはちょっとその、映像を見て思い返しました。いやもう本当にちょっと大丈夫だいぶ前の私と思いながら見まして、
はい、で、その2回目のね、もう大きなゲストです。もうなおさん本当にありがとうございます。あの際は本当になんかこう失礼があったら本当に申し訳ないなと思ってるんですけれども、はい、で、うちの忘年会にもですね、来てくださって、で去年の忘年会だったと思うんですけれども、お食事をして、その後カラオケに、一緒に行かせていただいたんですけれども、なおさんが実際に歌ってくださったんです、明日への扉を。いやいやいや、もう、いやもう本当にびっくりで、もちろんなんですけれども、ものすごくやっぱり上手で、はあ、もう聞き入ってしまいました本当に。で、事務所の佐々木千明さんは、先輩佐々木千明さんは本当大ファンで、もう本当にこう手を握りながら、私も手を握りながらこう聞いてました。はい、いやもう本当に鳥肌、これも本当に鳥肌がかなり立ちました。すごくそれは覚えてます本当に。その際は本当にありがとうございました。素敵な歌声を聴かせていただきまして本当にありがとうございます。はい、でそうですね、もうこれからもうそうですね、本当なおさんとはこういろんなところでこうお会いしていただければなというふうに思います。でですね、この、コーナー最初の方でもお伝えしましたけれども、ライブをさせていただけるということで、10月15日にですね、エイラシアンボリューム15という、ライブに出演させていただくことが決定いたしました。日時がですね、10月15日火曜日、会場はですね、渋谷宇田川町にある、クラブ、マルコムという、ライブハウスで、ライブをさせていただけるということです。時間がですね、会場が18時、10分、そして開演が18時30分となっております。チケットはですね、前売りが3000円プラスワンドリンク600円、当日券が3500円プラスワンドリンク600円となっております。私の、出番がですね、出演の方はですね、トリがですね、山口さやかさんとあとピカさんとなっております。私が出演させていただく出番がですね、なんとオープニングアクトでございます。なので、18時30分から、出演させていただけるということで、ぜひ皆さんお時間がありましたらお足を運んでいただければなと思います。ぜひぜひお待ち、しておりますのでよろしくお願いいたします。以上、今月のおしめのコーナーでした。皆さん、なんともエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきました皆さん、リスナーの皆さん本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しましては、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美香オフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そして、お聞きの皆さん、どうかこの番組のご意見ご質問、感想など、お便りをいただけますととても嬉しいです。よろしくお願いします。メールアドレスは info@plus-vox.com 佐藤美久の女優道までよろしくお願いいたします。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。